ったビート聞いてからじゃんけんしましょう。ケン君お願いします。それでは行きましょう。先行キョンセイココストロメン、レディーファイ。キングオブステージ、何もなかったかのように冷静に振る舞う。俺はバットマンじゃないけども、そうしらふう気楽リラックスしたくすうチャウンシビラップス見たくフリーピーいただくフリーキーフリーに雰囲気上げていくお前オクリッチ。まずこの場所で初心者以外でスイッチ入れ忘れるのめっちゃダサくね。それはそれでなかったことにしようとしてもそんなことねえの。新年最初からなかったことにできて、忘年109の中に追加、109から108まで飛ばす音楽センス、それで伝えるミュージックセンス音の上。Yo、そうだな、じゃあごめんなさい。俺はゆっくり上がるスローランナー、アンママラソンランナー、見たくロングラン、ずっと続ける2回戦でもノープラン、だから脳がブランブランしてる状況、京都から東京に上京、今日のことを今日も思うがカートは頑丈な東京でどうよと根性。大阪の野郎は例えんのが好きだな、マラソンランナーなら走ってこい、ここはステージだ。ゆらり流れる音の上走りすぎじゃあさっき言ったマサと一緒エンジン停止、それですぐ終わるだけだ。消えろ問題点ばっかりだぜ、仕方がなくね。ゆらりゆらりと流れる風の感覚を覚えて、大阪には海がねえからわからないかもしんないけど、お前鎌倉に来たら錆びるぞ。てめえの耳が錆びてる、俺は京都って言ってるけど、あんちゃんどこに耳ついてんの。お前は人の荒探し、レペゼン河原町言うな。そう、わかんねえならてめえの食パンの耳に何かでもぶっ刺してやるぜ。見た目がバットだけど俺はフィジカル、リニカル、バダラ、そういうことだよな。見た目の話したならどっちが B ボーイかのこだわりなんてわかるはずだろうが、金髪に前髪垂らして、あれアイドルかサンチかなんかかよ、ふざけんじゃねえバカタレかよ。ヒップホップ腐りかける音楽を復活、キョンセ誰だっけ忘れちゃったって言ってごめん。俺はお前の紹介動画俺は見たけど、お前の動画もつまんねえし俺の動画もつまんねえ。終了。それでは判定いきたいと思います。先行のキョンセが上がったと思うしょ、後攻ストロメが上がったと思うしょ、勝者キョンセ。さあそれではベスト8最後の試合。